こんにちは、岡崎です。OK 先生です。今回は国語教科書、自他の間合いのあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。自他の間合い、自分と他人の間合いについて書かれた文章です。日本っていうのは、この間合いっていうのにはこだわりがある。間を大事にする文化を持っている国なんだね。これについては以前の動画、こちら、間の文化で詳しく解説していますので、こちらを参考にしてください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。でね、今回の文章は自分と他人の間合いっていうのが人間にとって自分にとって非常に大切なんだよっていうお話です。みんなの存在がこの世の中で意味を持つっていうこと、自分の存在証明っていうのがこの自他の間合いが取れているかどうかにかかっているっていうお話なんだね。それは一体どういうことなのか、今回の解説を聞いてもらえばわかると思います。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画がたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。自分と他人の間にある間っていうのは自己調整の場、つまり自分自身を見つめ直す場所、こういうふうに作者は捉えているんだね。なぜならね、自分自身をそこの間にポンと預けることによって、他者と自分の間にある間に預けることによって、他者が、相手が自分のことを理解することができるよね。そして他者の中で自分の存在っていうのが浮かび上がってくる。そしてね、他者から見た私、自分っていうのはね、あくまでも他者だよね。そうするとね、相手の中には、他者の中には、他者としての自分っていうのが映るんだよね。そうするとね、相手が自分のことをどういうふうに見ているか、感じているかってことが自分にも伝わってくるよね。つまり、相手が見る自分っていうのを通して、自分の存在、自分っていうのが分かってくる。それによってね、自分が変化して揺さぶられて新しい形を与えられる、こういったことだって起きるんだよね。だってそうでしょ、自分が思ってる自分っていうのと他者が思っている自分っていうのとまた別だよね。で、他者の中にその他者が考えている自分の形を見ることで、あ、自分が思ってる自分とは違うなって、相手が思ってる自分っていうのは自分が思ってる自分とは違うんだな、そういった経験をすることによって新しい自分の姿が見えてくるわけだよね。これがね、作者が言う自己調整の場なんだね。だからね、みんなコミュニケーションって言えば意思を一致させることが目的にある、こういうふうに考えてる人がいるかもしれないよね。誰かと何かを話し合うことっていうのは何か一つのことを決定するためだ、こういうふうに思っているかもしれないんだけど、作者はそういうふうには考えていないんだね。コミュニケーションの一番の大切な役割っていうのは、自分が他者を感じることと、その他者の中に間違いなく存在している自分っていうのを感じることにあるんだよって。つまりね、コミュニケーションの一番の目的っていうのは、自分とは異なる他の存在っていうのをそこに感じることができるっていうこと。自分一人でいては感じることができないもの、それは他者の存在であったり、他者の中にある自分の存在であったりするよね。でね、そういった一人では感じることができないものを、コミュニケーションでは考えることができる。つまりそこでは他者との差異、自分と他者との違いとか、他者が描く自分っていう像と自分が思ってる自分との違い、そういったことをね、深く考えることで、自分という存在の輪郭を思い知らされることになるんだね。こういうふうにね、他者を通して他なるものを通した自己の経験、他の人を通して自分のいろんなことが分かるようになってくる。これがコミュニケーションを動機づけるもの、人間が誰かとコミュニケーションを取りたいと思う理由だったんだね。でもね、コミュニケーションを取るって一言で言ってもね、その時の他者と自分の間合いっていうのは大事になってくるんだね。その間がうまく取れなかった場合、自分が傷ついてしまうことだってある。そのことをね、作者は卵を例に挙げて説明しています。自分と他者がそれぞれ壊れやすい卵だったとするよね。で、その卵を箱に詰めていくとき、柔らかいものの上に並べていこうとするよね。それが例えばカンナ靴だったりする、つまりふわふわとした木の靴だったりするわけだ。
そうするとね、並べられた一つ一つの卵っていうのは箱ごとどっかに移動させたとしても壊れることはないよね。カンナクズがね、弾力性豊かに卵を包み込んでいるから、お互いの卵は壊れなくて済むわけ。でもね、このカンナクズに当たるもの、人間と人間の間にある間っていうのがなくなってしまった場合、欠如してしまった場合はどうなるだろうか。それはね、卵で考えてみたらわかるよね。そのまま卵をね、箱の中に並べて、箱を動かしちゃった場合、卵と卵がぶつかって、表面にひびが入ってしまう。こういった状況がね、人と人の間でも起こるんですよって、間の欠如って言ったら、人を傷つけるんですよ。こういうふうに作者は説明しているんです。こういったね、間が必要な理由、伸縮可能な伸び縮みするクッションのような緩衝帯が必要な理由を、作者はさらに建築物を例に挙げて説明しています。みんなね、建物の骨組みっていうのは、少しね、隙間とか緩んだ部分があるのを知っているかな？頑丈なね、建物を建てようとして、遊びをなくしちゃってね、きっちりとボルトで固く繋いでしまうと、何かの拍子で建物が揺れた時とかに、ひびとか歪みが入りやすくなってしまうんだね。だからね、建物にも間が必要になってくる。その間によって、しなりとか、たわみができることによって、建物が少し揺れたぐらいでは、建物にひびが入ったりしなくなるんだね。こういうふうにね、人と人との関係でも、近くなりすぎたらダメなんですよって、間がなくなってしまったらダメなんですよって、他者と自分の距離っていうのがね、なくなってしまうと、間がなくなってしまうと、自分がちょっと言った言葉とか、ちょっとした態度とかで、二人の関係にひびが入ってしまう。そしてその衝撃は自分にも返ってきて、自分自身も傷ついてしまう。かといってね、逆に間が大きすぎてもダメなんですよって、自分と他者の間が、間がね、広がりすぎることもダメなんですよって、自分と他者の距離が遠くなりすぎちゃったら、広がりすぎちゃったら、自分の言葉が相手に届かなくなっちゃうからって、それはね、まるで二人の間に大きな壁があるのと同じ状態になってしまうんだね。そうするとね、自分が相手に投げかけた言葉っていうのが形式だけのやり取りとなって、相手の心の奥底に響くことはなくなってしまう。それはね、相手の言葉も同じだよね。自分には届かなくなってしまう。そうするとね、コミュニケーションの目的であった、自分が他者の存在を感じることができるっていうことと、他者の中にある自分の存在っていうのを感じることができるっていうこと、これがどちらもできなくなってしまうんだね。とするとね、この状態って自分一人でいることと同じだよね。でね、人間っていうのは自分の内側をいくら眺めたって、これが自分だって分かるようにはできていないんだね。自己の同一性とか、自己の存在感情、これは後でやるけど、アイデンティティと呼ばれるものなんだけど、自分が誰かっていうことは、他者の反応によって、他者を経由して与えられるもの、分かるものだったんだね。だからね、他者から隔離されたところ、他者が関係ない場所では、自分が何者かっていうことはずっとわからないまま、一人でね、無理に自分が何者かってことを探そうとするならば、それはね、ウロボロスの蛇のようなグロテスクな形になってしまうんだよ。こういうふうに作者は言ってるんです。このウロボロスの蛇の絵がこちらです。自分で自分の尻尾を噛んでるよね。つまり自分で自分が何者かっていうことを一人で見つけようとするならば、この絵のような状態になってしまう。自分で自分の尻尾を噛むように異様で不気味で変なことになってしまうんだよって、こういうふうにしか自分で自分には関われなくなっちゃうんだよって。でもね、人間には他者がいるよね。その他者の存在のおかげで自分が何者なのかってことがしっかりわかるようになってくる。そしてね、自他の間合いっていうのがしっかり取れることによって、他者と接していく中で少々の齟齬、食い違いとかズレっていうのが生じたとしても、決定的なダメージにはならずに済む。先ほどのね、卵と卵の間にあったカンナクズのように、卵の表面にひびが入ることを、つまり自分が傷ついてしまうことを防いでくれる。これが間合いなんだね。でね、こっからさらに自分自身を知るっていうことのためには、他者が必要なんだよっていう話をしていきたいんだけど、人間がね、自分というものの存在を確かなものとして感じるためには、
他者の存在っていうのが必ず必要なんだね。これはね、何も他者のおかげで自分が生きていくことができる。例えばね、今みんなが着ている服だったらね、誰か作ってくれる人がいたはずだよね。服の原料を作ってくれる人、服を縫ってくれる人、その服をお店まで運んでくれる人、そのお店でこの服を売ってくれる人、そういう人がいたからみんな今服を着ることができる。これはね、まあその通りなんだけど、ここで言う他者の存在、その必要性っていうのは、そういった他者の社会的存在ではないんだね。他者が社会を作ってくれているおかげで、私たちが便利な暮らしができる。そういった意味で他者が必要だ。こういうふうに言ってるわけじゃなくて、他者の存在そのものが、私たちが自分が誰であるかっていう問題を解決してくれる。自分という存在が持つ特異性とかかけがえのなさっていうものを、自分が感じることができるようになるためには他者の存在そのものが必要なんだよ。こういった話なの。つまりね、先ほど言ったアイデンティティには、アイデンティティっていうのはつまり、この時、この場所でも、あの時、あの場所でも、過去でも未来でも自分が同一人物って感じるところのもの。つまり私が誰かっていうことを知るためには、必ず他者の存在が必要なんだよっていうこと。そういったね、実感を持つためには、他者との関係の中で初めて現実化されるものなんだよって、一人ではそれは生まれないんだよっていうこと。これはね、例を挙げるとこういうこと。教師にしてもね、医者にしても看護師にしても、一人では教師にも医者にも看護師にもなれないよね。教師になるためには必ず生徒が必要だし、医者とか看護師になるためには必ず患者が必要になってくる。確かにね、それは社会の中では一方的な関係かもしれないよね。教師は生徒に何かを教えるものであって、生徒はそれを受け取るだけのものかもしれないし、医者とか看護師だってね、患者に何かをしてあげるわけで、患者が医者とか看護師に何かをしてあげるような関係ではない。でもね、だとしても世の中の人間の関係っていうのは必ず相互補完的なんですよって、お互いをお互いに補う関係になっているんですよって、さっき言った通り、教師っていうのは必ず生徒を必要としてるし、医者とか看護師っていうのは必ず患者を必要としている。いかなる人間関係であれ、自分単独で作れるものはないんですよって。そこにはね、必ず他者による自己の定義付けと、自己による他者の定義付け、お互いを定義付けてる関係っていうのがあるんですよって。だからね、みんなが何者であれ、将来偉い人になったって、地位がすごい高い人になったって、必ず他者の存在っていうのは必要なんですよって。なぜならね、自分の存在に意味を持たしてくれるもの、それが他者だからって、他者がなかったとしたら、自分は何者にもなることができない。教師にも医者にも看護師にもなることはできない。自分以外の誰かが、他者の存在があるから、そこにね、他者がいるっていうことが必要なの。その他者のね、社会的役割がどうかとか、それはここでは関係がないことなんだね。単独としての他者、その人の存在自体が自分にとっては必要となるもの。そういう意味での他者っていうのがみんな一人一人には必要なんだね。だからね、もしみんなの周りにいる他者っていうのが自分に何の関心も持ってくれなかったらどうなる？他の他者の中に自分を見ることができないよね。そこに自分の存在っていうのを見ることができなくなってしまう。人間の存在証明っていうのは、自分の存在証明っていうのは他者を経由してしかすることができないものだった。でもその他者の中にもし自分が映ってなかったらどうなる？自分の存在が証明できなくなってしまうよね。つまり自分がいてもいなくても同じ、こういうふうな状況になってしまう。だからね、ここすごい大事なんですよって。自分が他者の何らかの関心の宛先、つまり他者が自分に対して何らかの関心を持っているっていうことが非常に重要になってくるんですよって。その関心っていうのはね、別にね、愛情じゃなくてもいいわけ。憎しみとかね、排除の対象として関心を持たれていてもいいんだね。他人の意識の中でね、自分が無視されてない、何らかのね、場所を占めている、こういった実感が人の存在証明となるわけ。自分が誰であるかっていうアイデンティティを持つことができるようになるんだね。だからね、もし誰も私に話しかけてくれないっていう状況になってしまったら、つまりね、自分が他人の関心の宛先になってない、すべての他者の意識の中のどこにも自分がいない、
こんな状況になってしまったらね、人は自分に価値を感じることができなくなってしまうんだね。自分のことをいてもいなくても同じ、こういうふうに考えるようになってしまう。だから自殺することもある。それぐらいね、他者の存在っていうのは自分にとってめちゃくちゃ大事なんですよって。みんながこの世の中で生きていくときに自分と他者の間合いっていうのをしっかり取っていかないとダメなんですよ。そういうふうにね、今回の文章はみんなに教えてくれているんだね。どうですか？今回の授業わかりましたか？もう一回この文章を読んで自他の間合いについて考えてみてください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。